テラスに置けたらいいなというふうに思ってて、そのみんなで作る森の人だからみんなで椅子も作っちゃおうということで、そんなプロジェクトを今日始めたいと思います。しかもアカデミーの演習林の木を使ってで、みんなで運んでっていうそういう、プロジェクトです。硬いですねこれは。18、そうだね、50数歳。まあこういう感じですね。よっしゃ、だ半分で、本当は半分半分がいいんですよ、奈良の場合は。放射線状に割りやすいんで。おお。両手の方がいいかも。まあもちろん木を削るのも楽しいけど、それでもみんなで削ってるっていう、そのね、その人とのなんていう関わりっていうか、つながりっていうのが、それが一番楽しいですね。楽しいのはもちろんだし、心も豊かになるし、森に興味を持ってもらうきっかけにもなるしね。自分で作ったものを大切にするしね、気持ちがこもるというかね。ちょうど2本取れる。ほら、目が入っちゃってますけど、でも目がまっすぐなんで、これは綺麗に割れてくれます。ほら、結構ウェットだね。木を切って使い道どうしようっていう人いっぱいいて、実は、だから森に入ってる人でさえそういう人が多いから、そういう人の切り口にもなるし、森に入ったことない人はもちろんね、これをきっかけに森に入っていくっていう切り口、なんかそういう人たちをつなぐものにもなるかもしれない。